大江健三郎さんのですね、飼育でございます。夜明け近くにですね、地鳴りとともに凄まじい衝撃音がドーンとします。ある日、うわー、なんや今の音っていうね、でもええかみたいなことです。昨日の飛行機が夜山に落ちたんだって。猟銃を持って行ってどうするの？敵を撃つの？撃たないよ、弾が少なくなってるんだし。それよりも捕まえるんだ。突然黒人兵は僕に襲いかかってきます。ふわーっと襲いかかってくるんですね。で、僕は黒人兵の捕虜、そしておとりになります。つまり捕まるんですね。んならその大人たちの中からですよ、父親がブワーッと出てきて、ナタを持って、ナタで黒人の頭バチコーンってやります。いった、今撃ちましたけどバチコーンってね、やるわけですよ。僕はもう子供ではないって思うんですよね。ここが非常に哲学的で、